はいどうものりさんです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日もワンコーラスレッスン一緒に勉強してまいりましょう。本日の楽曲は川野夏実さんの思い千筋という楽曲を取り上げていきたいと思います。千筋ってね、なかなか聞き慣れない単語ですけれどもね、まあ、たくさんってことですよね。一番のね、歌詞の最後に思いの糸が川になるっていうね文句がありますから、その思いの一筋一筋が千筋になって、川に、大きな川になる、川の流れのようになるというね意味合いなんだと思いますが、川野夏実さんの楽曲といいますとね、私のチャンネルでも第76回に忘れな草というね楽曲を以前取り上げたことがありますけれども、忘れな草はねどちらかというとアップテンポでこう可愛らしくね歌っていくようなそんな楽曲でしたけれども、今回の思い千筋はどっしりゆったりと、そして大人の魅力たっぷりにね歌っていく楽曲になっております。川野夏実さんのねまた新たな魅力が開花したね、そんな感じの楽曲になっておりますが、音楽をやってる私からしますとね、とてもメロディーがかっこいい楽曲だなと思うんですね。作曲は杉本雅人先生ですけれども、かっこいいメロディーに、そして編曲アレンジが川村先生で、このアレンジもかっこいいのでね、ぜひとも皆さん CD 等ね買っていただきまして、ご本家のねお歌をしっかりと聞いていただければなぁなんてね思います。レッスンキーは川野夏実さんと同じ原曲キープラスマイナスゼロで進めてまいりたいと思います。発売からはねもうだいぶ経っておりますんでね、もう覚えちゃったよという方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういった方は復習がてらね聞いていただきまして、そしてまだねこの歌ちょっとチェックしてなかったわ、難しそうでちょっと避けてたわという方はね、これを機会に、一緒にね勉強していただけたらなと思います。はい、それでは早速区切りながら見ていきましょう。頬にこぼれる洗い髪、花見えにまだ濡れている。はい、まずここまでいきますね。最初の2小節、頬にこぼれる洗い髪のところはリズム通りにね、リズムを崩さずに歌ってください。頬にこぼれる、最初は小気味よく語って入ります。頬にこぼれるる、るは下からしゃくって短めですね。こぼれるで、洗い髪のところはさらりと歌ってください。洗い髪、洗い、いのところは下からしゃくって、洗い髪、髪、ガミは同じ音程ですね。で、その次の横棒、ミーの母音のイーのところで下がってくる感じですね。ガミ、洗い髪。で、これまた短めですね。頬にこぼれる洗い髪。はい、ちょっとここだけ先行きましょうか。3、はい。頬にこぼれる洗い髪。はい、いけましたでしょうかね。ここはもうリズム通りに、リズムを崩さず歌ってくださいね。で、その次の花冷えにまだ、これ花冷えにまだはね、全部同じ音程ですけれども結構上がります。先ほどの洗い髪、この横棒の音からちょうど1オクターブ上ですけれども、結構思ってるより上がりますからね、ある程度力かけないと上がりきらないんで気をつけましょうね。花冷えにまだ、少しこう印象的に、でね、ある程度力をかけてとは言いましたけれど力まずにね、ちょっとまあ加減がね難しいですけれども、あまりこう力をかけすぎて花冷えにまだとね力強く歌うんではなくて、少し印象的に歌うけれども、でも力まずにというところですね。そして頭のハアクセントでね、はっきりと発声しましょう。花冷えにまだで、このダは柔らかく切るような感じですね。花冷えにまだ
トン、うん、間に一泊のお休みがあって濡れているの部分はしっとりと濡れている、濡れの例にね拳入れられる方は入れてみましょう。濡れれ濡れているるるは下からしゃくって濡れているで最後の横棒は短めですね。で、まあ、ちょっと揺らしを入れてあげるといいかなと思いますね。花冷えにまだ濡れている。はい、じゃあここも花冷えにまだ濡れているだけ歌ってみましょう。3、はい。花冷えにまだ濡れている。はい、いけましたでしょうかね。慣れないうちは花冷えにまだの後のね一泊のお休みの間のね感覚がつかめずに濡れているをちょっとフライングで早めに入っちゃいやすいのでね、そこは気をつけましょうね。さあそれでは頬にこぼれる洗い髪、花冷えにまだ濡れているの部分をねつなげて歌ってみましょう。一回ちょっと私歌ってみますね。頬にこぼれる洗い髪、花冷えにまだ濡れている。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。頬にこぼれる洗い髪、花冷えにまだ濡れている。はい、いけましたでしょうか。はい、じゃあその次いきますね。ひとくしすいてため息ひとつ、あなたをひとり待つ夜更け。はい、ここまでいきますね。このパートもね最初の2小節はリズム通りにね、リズムを崩さずに歌っていきましょうね。で小気味よく語って入ります。ひとくしすいて、で、すいての手はねちょっと色っぽく抜いてあげましょうね。すいて、こんな感じですね。すいてとはっきり言うんではなくて、ひとくしすいて、で、語尾は短め。で、その次、あ、ちなみに、ひとくしすいてと、これ、歌詞をねひらがなばっかりで書いてるとちょっと意味がわからなかったらいけないんで言っときますけれども、ひとくしのくしはの髪の毛をねすくくしですね。だから髪の毛をひとくしすいてと漢字で書くとこういう風になりますね。はい、ひとくしすいて。はい、でその次のため息一ついきますが、ため息とね書いてありますんで、ため息のたは息遣い、吐息混じりにたという発声をしてあげましょう。ため息一つ、でつも短めですね。語尾は短め。それからあなたを一人待つ夜更け、ここもね小気味よく歌いますが、あなたを、あなたをのあはねアクセントではっきりと発声しましょう。あなたを、他の誰でもないあなたをですね。あなたを一人待つ夜更け。先に拳の場所言っておきましょうかね。待つ夜更けの風ですね。待つ夜更け、転がすような拳ですね。待つ夜更け、あなたを一人で、この一人のリは伸ばさないようにしてくださいね。止めるような感じで、その次待つ夜更けとの間のね一泊のお休みを頭の中でトンとねリズムをとってください。あなたを一人トン待つ夜更け、で待つ夜更けのけ、これも語尾は短めで、ここはちょっと揺らしをね、待つ夜更けとね短いながらも揺らしをね少し入れてあげましょう。それとですね、あなたをと一人との間にね、また短いお休みがあるんですね。そこの小文字の Y が重なったようなマークがありますね。
音楽的には16部9符というんですが、名前はまあ別にね覚えなくていいんですけれども、短い間、これをね必ず取ってください。あなたを一人、一瞬だけ開きますよね。あなたをひとね、すぐに引いていかないように。あなたを一人、あなたを一人、一瞬ね間開きます。あなたを一人待つよ風景、こんな感じになりますね。はい、じゃあ一節すいてからもう一回歌ってみますね。一節すいてため息一つ、あなたを一人待つよ風景。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。一節すいてため息一つ、あなたを一人待つよ風景。はい、いけましたでしょうか。はい、じゃあその次いきますね。おぼろ月ほろほろ泣いている、風に。はい、ここまでいきますね。とても印象的な部分ですよね。大事に歌いたいところですが、最初のおぼろ月は力強く入りますね。大にアクセントを振って、おぼろ月、き、きは下からしゃくって、おぼろ月。だんだんとね、お尻に行くに従って音量を絞っていってください。で、ここでね、一旦息継ぎをしといた方がいいと思います。アマチュアの方ね、息継ぎをしてホロホロっていうところはしっとりと歌います。ホロホロ、ホロの次の横棒ありますね。ここはもう一旦こう隙間が空くような感じで、ホローホロじゃなくてホロホロという感じで、ホロホロで、後のホロのローね、これ下からしゃくって、ホロロロで下からしゃくりましょう。おぼろ月ホロホロで、最後の横棒は揺らしを入れてあげましょう。そして息継ぎをして、泣いているっていうところは再び力強く歌います。泣いている、最初のなにアクセントですね。なの直前にんが入るような感じで、なな、というふうにアクセントを振っていきます。泣いているるは下からしゃくって、泣いているやはり伸ばし終わり、だんだんとね音量を絞っていって、そしてここでもね、やはりアマチュアの方はちょっと軽く息継ぎをしときましょう。で、風にの部分は、しっとりと、そしてゆったり歌う感じですね。風に、風の勢のところね、拳入れられる方は入れてみましょう。風へ風に、でこの2は短めですね。はい、それとですね、おぼろ月の伸ばしのところですけれども、人によっては、おぼろ月とね、ちょっとこうビブラートをね、後半に入れたくなる人もいるかと思いますけれども、それは全然構いませんからね。ご本家の川野夏美さんは、ここではビブラートはね、入れてらっしゃいませんけれども、別に入れたって構いません。ただですね、あまりこうくどい感じのね、おぼろ月っていうのはちょっとやめてほしいかなと思います。入れるんだったらね、私のレッスンでたまに出てくるこの伸ばしの後半でっていうパターンですね、あの揺らしだったらいいですね。おぼろ月とね、後半に揺らしを入れる分には構いません。で、その次のほろほろの後、泣いているこれもね、後半に揺らしを入れてね、ビブラートを入れても構いません。間違いではありません。
まあ、ただね、川野夏実さんは入れてらっしゃらないので、一応入れない方向でね、今回は歌っていきたいと思いますが、私はどちらかというとね、後半でビブラート入れちゃう癖がありますのでね、もしたまに入ってたらね、ごめんなさいなんですけど、まあ、間違いではないのでね、入ってしまう方は全然いいですからね。はい、じゃあここちょっともう一回歌ってみたいと思います。おぼろ月ほろほろ泣いている風に、はい、こんな感じですね。泣いているのところはちょっと私ゆらしを入れちゃったかなと思いますけれども、まあ入れてもね、入れなくても構いません。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。おぼろ月から3、はーい。おぼろ月ほろほろ泣いている風に、はい、行けましたでしょうか。ちょっと印象的なね、大事な部分なんで、もう一度一緒に行きましょう。3、はい。おぼろ月ほろほろ泣いている風に、はい、いけましたでしょうか。ここね、印象的なところなんで、繰り返し歌ってね、しっかりとなじませてくださいね。はい、じゃあその次いきますね。ああ、あなた恋しい。はい、短いですが、ちょっとここで一回ね、区切りますね。ああ、しみじみとした雰囲気で入ります。ああ、最後のあは下からしゃくって、ああ、揺らしを入れてあげましょう。で、あなた、あなたのあはね、息遣いを入れてみましょう。あなた、このたは短く。で、恋しいの部分はしっとりと、恋しい。最後の伸ばしは、揺らしを入れながら音量を閉じていきます。で、恋しいのね、しっとりと歌うところですけれども、手前にね、短いお休みがあります。ここでね、息継ぎをちょっと軽くして、食い気味に入るような感じで、ああ、あなた、恋しい。この、あえてこう、息継ぎの音をね、って入れることで、恋しい、恋しいとね、ちょっとこう、情感こもった感じを連想してね、歌ってみたらいいかと思いますね。あんまりこう、落ち着き払った歌い方よりも、恋しいよりも、恋しいとね、ちょっと食い気味に入ってあげましょう。はい、ここちょっともう一回歌ってみますね。ああ、あなた、恋しい。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。ああ、あなた、恋しい。はい、いけましたでしょうか。ね、ここもちょっとこう情感がね、難しい。ですかね、もう一回いきましょうか。3、はい。ああ、あなた恋しい。はい、いけましたでしょうか。はい、じゃあその次いきますね。流れ流れて線筋の思いの糸が川になる。はい、最後のねフレーズ見ていきましょう。流れ流れて、ここは凛とした雰囲気でね入っていきましょう。流れ、最初のなーにアクセントですね。流れ流れてて、最後の手は下からしゃくって、流れ流れて、揺らしを入れながら音量を閉じていきます。で、ここでね、息継ぎもう一回しといた方がいいかなと思います。で、線筋の、
線筋の線にアクセントを置きまして、ここは目力を意識して見据えるように歌いましょう。線筋のの、のは下からしゃくって、線筋のの、の伸ばしは揺らしを入れながら音量を閉じていきます。そして最後にもう一回息継ぎをして、思いの糸が、ここリズム通りに、思いの糸がタランタタンタタタタ、リズム崩さずにね、リズム通りに歌いましょう。で、強弱で言うと強めでいいです。思いの糸が、でこの横棒は伸ばしっぱなしではなくて、ちょっと短めですね。糸がじゃなくて、思いの糸が、ちょっと短めにして、川にっていくまでに一瞬の区切れ目、隙間が開くようなイメージで、思いの糸が川に川に、ね、力強く訴えて、訴えかけるように歌いますね。で、川のカーにアクセントですね。川に、拳入れられる方は川にのにですね。に、川になる、るは下からしゃくって、川になる。伸びやかにね、歌いじまいますね。で、ここの伸ばしもね、ご本家の川野夏実さんはビブラート、揺らしはね入れてらっしゃらないんですけれども、ビブラートね入ってしまうという方は、まあ、別に入っても間違いではないのでね、揺らしをね入れても構いません。ただね、あんまりくどくなると最初から入れるんじゃなくって、先ほどもね言いましたけれど、私のレッスンでたまに出てくる伸ばし後半にというパターンですね。川になる、音量がねこう閉じていくところらへんでこう揺らしを入れるね、そういう揺らしの仕方は構いません。まあご本家のね川野夏実さんは入れてらっしゃらないので、今回はね入れない方向で歌っていきますが、もしね私はどちらかというと入れたくなる方なのでね、入ってしまったらその時はね、ご容赦いただきまして、流れ流れてからもう一回歌ってみたいと思います。流れ流れて線筋の思いの糸が川になる、はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。流れ流れて線筋の思いの糸が川になる、はい、いけましたでしょうか。まあ、ここもね印象的なところで線筋というねキーワードも入ってきますからね、もう一回一緒に歌っておきましょうか。3、はい。流れ流れて線筋の思いの糸が川になる、はい、いけましたでしょうか。はい、それでは頭からワンコーラス一緒に歌っていきましょう。今から2回歌いますね。1回目はレッスンキー川野夏実さんと同じ原曲キープラスマイナス0でいきます。2回目は男性の方向けにキーを2つ上げていきたいと思います。それでは1回目、レッスンキー原曲キープラスマイナス0で歌ってみましょう。3、はい。頬にこぼれる荒い髪、花冷えにまだ濡れている、
一串すいてため息一つ、あなたを一人待つ夜更け、ほぼろ月ほろほろ泣いている風に、ああ、あなた恋しい、流れ流れて線筋の思いの糸が川になる。はい、レッスンキー川野夏実さんと同じ原曲キープラスマイナスゼロで歌うと今のようになります。まあ大体の方はね、このキーでいけるかなと思います。続きまして、男性の方向けにキーを2つ上げてプラス2で歌ってみたいと思います。まあ中にはね、3つぐらい上げて歌いたいという方もいらっしゃると思うんですけど、あんまりこうね、キンキンとこう音が上がってもこの歌の印象が変わってしまいますんでね、男性の方でもなるべくどっしりとした感じで歌いたいので、プラス2ぐらいでね、歌うようにちょっと頑張ってみてくださいね。3、はい。頬にこぼれる洗い髪、花冷えにまだ濡れている、一串すいてため息一つ、あなたを一人待つ夜更け、おぼろ月ほろほろ泣いている風に、ああ、あなた恋しい、流れ流れて線筋の思いの糸が川になる。はい、男性の方向けにね、キーを2つ上げて歌うと今のようになります。さて、いかがでしたでしょうか。思い線筋、フレーズごとの個々の細かい歌い方に関しましては、本編の方をね、再び繰り返しね、何度か聞いていただくとしまして、この最後のおまけコーナー、今回はですね、ハーフの一部分についてちょっと解説しておきたいなと思います。私のね、レッスン動画は原則として1番のみのワンコーラスレッスンということでね、2番以降につきましては、できたら CD を買っていただきまして、ご本家のね、歌をしっかり聞き込んで、研究してほしいなという思いもありまして、1番のみとさせていただいておるんですけれども、まあどの歌もね、基本はやっぱり1番をしっかり歌えるかどうかなんですよね。で、その下地があって、2番、まあ歌い方がちょっとニュアンスが変わったりね、詩の中身によってはね、そういうこともあるんですけれども、1番をしっかり歌っておけば、2番もね、歌手の歌を聴いて、あ、なるほど、ここはこういうふうに歌ってるなとかね、あ、ここはちょっと1番よりも強めに歌ってるなっていうのがね、よくわかるかと思うんですよね。2番以降は CD あるいは正規品のね、ダウンロード版を聴いていただいて研究していただくということでね、私のレッスンは1番のみということにさせていただいておるんですけれども、今回の思い線筋はハーフの部分
でね、ちょっとメロディーが変わるところ、変わるというかプラスアルファと言ったらいいのかな、するところがありまして、そこがひょっとしたらね、聞き覚え、歌手さんのね、ご本家川野夏美さんの歌を聞いただけではちょっとまだわからないという方もいらっしゃったらいけないので、今回はね特別に、その部分をね解説しておきたいなと思います。具体的に言いますと、2番を歌い終わった後、花吹雪と入っていくんですね。今回のワンコーラスの歌詞で言いますと、おぼろ月のとこありましたね。この部分ですね。おぼろ月ほろほろ泣いている。この部分が、ハーフの部分は、歌詞が花吹雪、ヒュルヒュル、舞い上がる夜にというふうに変わります。そしてですね、花吹雪ヒュルヒュルの部分は、まあそんな歌い味は変わらないんですね。花吹雪ヒュルヒュル、ここはね一番と同じような歌い方でいいんですよね。でその次の舞い上がるの後にちょっと音符が続いていきますよね。ここがちょっとこうプラスアルファ節というかメロディーがね、足されているところで、ご本家のね川野夏美さんの遊び心なのかね、まあ、ちょっとそのあたりは私は分かりませんけれども、ここはねカラオケのガイドメロディーでも大体、このメロディーがプラスアルファで入ってますのでね、これは覚えておいた方がいいと思います。舞い上がるとなるんですけれども、具体的には舞い上がる、まずこの普天四分音符ですね、ここ後半でちょっと揺らしを入れて舞い上がる、ここがちょっと高い音上がります。舞い上がるで最後の降りてくる音で拳、うう、タタタン、ううっていうのをね入れてらっしゃいますね。舞い上がる、こんな感じですね。もう一回、舞い上がるのとこね歌ってみます。舞い上がる、ね、最後の伸ばしもね揺らしを入れてみてくださいね。そしたらば花吹雪からちょっと歌ってみますね。花吹雪ヒュルヒュル舞い上がる夜に、こんな感じになります。ちょっと一緒に歌ってみましょうか。花吹雪さんはい、花吹雪ヒュルヒュル舞い上がる夜に、こんな風にねちょっとこうプラスアルファのメロディーが出てきます。もう一回一緒に歌っておきましょう。花吹雪さんはい、花吹雪ヒュルヒュル舞い上がる夜に、はい、いけましたでしょうかね。ここがねちょっとプラスアルファのメロディーが出てきますんでね、また参考にしていただきながら、もちろんね、ご本家川野夏美さんのね CD 等をね買っていただきまして、じっくりまたね研究していただければなと思います。拙いレッスンではございましたが、皆さんの歌のお勉強に少しでもお役に立てましたならば幸いです。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回のレッスン動画でお会いしましょう。